最近会ってないんですけれどもね、そしたら戸倉ディレクターが石川ひとみちゃんとなんかいいもんがある、いいもんがあるって2人誘い合わせて出かけて行っちゃったんですけどね、どこ行ったんでしょうね。戸倉さん、どうぞ。明けましておめでとうございます。石川ひとみちゃん、明けましておめでとうございます。今日はね、お正月にふさわしくね、大蔵百人一首のね、こんな豆本位ってね、こんなちっちゃいね本があるっていうんでね、こんなちっちゃい、もっとちっちゃいかな、はい、珍しいんでね、はい、堺市初芝にあります中林のね、フエルアルバムさんのね資料館にこうやって寄せてある。フエルアルバム、知っております。はい、それじゃあね、フエルアルバムの滝本社長に早速この資料館をねご案内していただきたいと思います。社長、おめでとうございます。どうもおめでとうございます。明けましておめでとうございます。早速なんですが、このね後ろにある、これはですね、14世紀か15世紀ぐらいにかけましてね、グーテンベルクって、ドイツの人ですけれども、初めて印刷術を発明して、それでその製本の工程までですね、こうやって、今でいう工場ですけど、その時は作業場ですか、そういうのを作った面が残ってましてね、これは私ども社事資料室の限界を持ってきたと。こういうことなんです。要するに印刷で産業革命、ということですもんね。さあ、それじゃあ向こうの方に行っちゃった。最初の裁断機、適宜の裁断機として出てきたのはこれなんです。一回聞いてみましょうかね。あ、お願いします。怖いね。どこつんだ。ここへこうやって。そうか。これでよろしいでしょ。押さえて。これで。ギュッと押さえます。押さえますでしょ。はい。そしてですね、これをね、うわ、ぐっとこれぐらいに、いけた。これはね、今ひとたびの、読めますか。目がおかしくない。でもこれ絶対書いてありますね。これはすごいですね。天地3ミリぐらいですからね。だってこれ本当ですよ、ちょっと。日本で一番小さい本ということになりますね。本当かわいい。いや、これ、ね、全部でも、ひらがなですね。ひらがな。全部。縦が 3.5 ミリ、横が 3.5 ミリ。これよ、これ。いや、でもこれは、薬みたいな。素晴らしいでしょ。一番日本で小さい版ですね。ひとみちゃん、ひとみちゃん。あっちには大きいのがあるんよ。なんかトランクみたいね。神父さんがね、ちゃんと台の上に乗せてね、皆さんに、ね、説教されるわけです。それのなんですね、聖書ですね。ドイツ語ですな。ドイツ語ですから、ね。全然読めない。はい、もうこれで250年ぐらい経ってますから。これが読めるのはドイツだ。でもこれあれね、なんかトランクみたいね。鍵もついて。鍵もついて。ね、すごいですよこれ。これで墨金がちゃんとついてね。昔の製本の技術としてはもう最高のもんでしょうね。この自分ですからね。これはね、明治6年にね、英国人でパターソンの人が初めて日本で製本術を教えたんですね。その来た時の製本がこれなんですね。非常に製本界では綺麗になる本ですね。製本で日本でともに初めてはこの本だということですね。それまでは要するにね、ああいう和本ですね。当時和本って言いますかね。あら、いろいろと製本のやり方を変えたんですね、和本の。そういう、その本なんだ。そういう本ですね。ね、いろいろ見せてもらったね、ひとみちゃんね。今度はね、しかしひとみちゃんのね、新曲がメモリーだからね、ここはね、フエルアルバムっていうのをね、作ってらっしゃるんで、この社長さんですからね。いいですね。メモリーは、皆さんのメモリーは一つフエルアルバムで。いいですね、これ。これいける？行ってみたいと思います。幸せの日々、思い出。
石川ひとみちゃんの歌声はメモリーでございました。どうもありがとうございました。また今年もスタジオの方へお待ちしております、はい、どうもありがとうございました。さて続きましてお誕生日参ります。まずは